第3回目でございます。このコーナーはですね、パーティーファイブの暇つぶしラジオの中のワンコーナーを動画配信しています。なのでですね、ラジオをお聞きの皆さんは動画を見たらいいし、動画配信を見ちゃったあなたは、ラジオをぜひね聞いたらいいと思いますよ、はい、聞いたらいいと思いますよ。このコーナーはですね、みんなの願いを叶えてきましたけれども、そうだね、今までは、さとみちゃんずっと好きでしたと井上奈々ちゃん、あんにあんにゃ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 、叶えましたね、はい、よかったね、叶えないなってもらったよかったね、まあまあ、まあ、本気ではないけれども、うん、まあ、順番は来たよね。そうね、叶えてもらった、ね、夢が叶ったんだもん、はい、すごいことだよね。で、この席順でわかるかと思いますが、うん、思いますわが今日はあなたの夢が叶います、うん、やったーあなたの夢は何ですか？私はいろんな匂いを嗅ぎたいでした。じゃあ今日は、うん、匂いを嗅ぐということで、うん、かなちゃんが、うん、いろんな匂いを嗅いでください。はい。一個ずつ出されます。うん、たくさん嗅げるの？それを、うん、ここに座った人が順番にローテーションしますよ。うん、順番に一人ずつが、うん、そのかなちゃんの匂いの想像、匂いの想像じゃない。匂い、こんなんだよって言ったことを聞いて、はい、答えます。なるほどなるほどね。これじゃないって答えます。はい。当たったら物もらえるらしいんで、これ頑張っていきましょう。もらえるのは誰がもらえるの？みんな。その辺は当てた答えた人が。答えた人が。答えた人がもらえます。あ、私は？カナちゃんは匂い嗅いで自分で答える。だから一番確率高いよ。なるほど、自分が嗅げるんだもんね。また聞きじゃないから。うん。オッケー。うん。じゃあ早速、なんかわかんないと思うのでやっていきましょうか。吉田からいきます。はい。じゃあ、なんか、私、補助させていただきます。はい、じゃあ、さとみ、よろしくお願いします。どう、さとみ的には。これは、これはいい。これは嬉しい。いいよ、いいよ、いいよ。こちら。うん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ちょっと皆さんには先にお見せしまーす。はい、これを開けるんですか？開けなくていいよ。そのままでいいんじゃない？そのまま。はい、かなちゃん、どうぞ、匂って。あ、ふふふふ。なになに？うん、人工的な香りがします。人工的な香り。で、そうですね。うん、人工的な、お花的な匂いです。花。お花？うん。うん。で、あ、鼻が麻痺してきた。頑張って。うん。脳内に浮かぶイメージの色は、はい、うん、ピンク。うん。おいっぱいあるな、お花の匂いのもの。いい感じよ、今。いい香りですよ。もうそろそろかな？ほんと？え、ね、すごい全然わかんないんだけど。難しいな。範囲が広すぎる。じゃあ、どんな時に嗅ぐものこれ。そう言っていい？うん。ちょっとだけ、ちょっとだけ。やっぱよくこの、いや、この香りは、するところは結構いろんなところにあるかも。でも水回りで使いそう。なんか、なんかあれじゃないの？トイレの芳香剤とかじゃないの？水回り？どうだろう。石鹸ってこと？ああ、当たった。やった。当てき、開けていい？当てた。開けました。石鹸だ。やった。ありがとう。石鹸もらいました。じゃあかなちゃん、はい、匂い嗅いでください。あ、なんか、臭い。え、臭いの？あ、確かに。やだ。ゴム、ゴム臭い。え？ゴム臭い？ゴム臭いね。多分そうだろうね。でももうゴム臭いしか言えないけど、あとは。なんだろう、なんか。でもさ、結局素材はゴムってことでしょ？ゴムとあと。ゴムでできてるもの？もうなんかイメージだけで言っていい？色とか見えないけど、緑臭いだけど。緑あ、でも反応を見ると緑じゃないみたいだね。それさ、私もらって嬉しい？ちょっと待って、鼻が。あ、それ後ろへの質問だね。あ、なるほどね。よし、もう一回。どう？那須さんがもらって嬉しそうなもの？うんうん。まあ嬉しいかな。嬉しい？使う？絶対お世話になったことありますよってことじゃない？使うけど。かなちゃん的にはどうでしょう？うん。あとね。うん。一生懸命ゴムの中でどういう種類かと考えてんだけど、聞きたい聞きたい。ゴムではないの。なんかその、ゴム臭いんだけど、ちっちゃいゴムじゃなくて、その周りが粉っぽい感じな時のゴムの匂い。粉っぽい？ゴム製品でさ、外がちょっと粉がついてるみたいな。ああいう感じ
の時の匂いがする。結構細かいとこまで。これ何回言っていいの？1回です。1回なの？じゃあさあ、そろそろですか？どうでしょう、このヒントでいろいろ出てましたけどね。うん、はい、私の予想は、うん、ゴム手袋。あー、正解は、輪ゴムでした。あれ？ほぼ答えをずっと言っちゃってたからね。ゴムバンドって書いてあるけどね、まあ、ここに。だってなんか、わあ、ゴムの匂いじゃない。でもゴムはゴムだよ、しょうがない。でもさ、でもさ、ちょっと貸してよ。これはわかんないかも。意外とゴムってこういう匂いなんだ、ゴムってこうなんだみたいな。ゴムは大体に似てるけど。なんかさ、ほら、目閉じてたってさ、なんか巨大そうだよ。うん、巨大だよ、ね。結構匂いってことだよね。なんか、一個って感じよりも。あ、確かに。この箱で来るとね。ゴムのね、あの靴、なんていうの、サンダルの。ああ。買ったばっかのやつみたいな、そうみたいな感じかなって思った。よし、匂い嗅ぐぞ。もらってきてください。あー、匂いする？するこれです。はい、こちらでございます。なんだろうな、はい、お聞きの皆さんはもうちょっと待ちください。それでは、はい、こちらです。あ、スースーする。お、スースーする。うん、で、うん、スースーするんだけど、マイルドな感じ。何それ、マイルドなスースー。あの、マイルドなスースーってなんだ。あの、真緑の方じゃなくて、なるほどなるほど、白くなった方、もうなんか何かに混ざってる。あ、なるほど、ね、感じの、合ってるね、かなちゃんが言ってるね。そうなんだ、スースーしててマイルドで緑じゃなくて、うん、でももうスースーする系のやつだよ。スースーはするね。そうそう、でも私はもう形とか大きさとかに関しては何のヒントも与えられない、匂いだけだから。それはもうちょっとなんか、どういう時に使うとかなんかそういうのないの？いや、それ難しいんだけど、匂いだけだからね。鼻の通りがちょっと良くなってきた。スースーするんだもんね。でもあーらしいよ、皆さんが。私たちの声もヒントになってるよね。そうだね。あ、でもなんとなくこれかな。なんかね、一個ね、どうしてもポンって出てきたね、商品がある。じゃあ一回だけ見ようか。こうか。あのちっちゃくて丸い粒のあのスースーするタブレットみたいなやつ。お、あの、なんだそれは。ミンティアとか、そういうやつ、あれ。え、気づいた。ちょっと、そこまで来たらあれしかないよ。じゃあミンティアじゃなかったら？ミンティアじゃなかったら、あのね、その商品名が、あの、ちょっと長老系の、有名だよね。超有名なの。今、名前出てこないんだよね。あれじゃない？ヒントあげたい。じゃなくてね。一番最初の言葉ぐらいいいんじゃない？言っていいかな？はじめの文字は、はい、ここまで言って出ない？もうあれだよね、もう目開けちゃったもん私。ふ